音来てる？あ、停止停止。音来てる？これで OK かな。今日は2018年の12月の21日、19時57日です。来てる？ OK。バッチリ。バッチシ。音来てる。OK。部屋が立つ。ボリューム OK？ これくらい？こんばんは、イコールオメガの。こんばんは。大丈夫。トメサブローさん、お疲れ。トメサブローさん、26日裁判の判決出る。何の裁判？トメサブローさんは途中、秘密期間半端ない。秘密期間半端ないよね。何の裁判？なんかやったの？請求出してます。え、何？なんて？人身保護？何それ？人身保護って。何それ？人身保護？ちょ、よくわかんねえな。いきなりそんなこと言われてもね。ごめん、何言ってるかわからん。人身保護、あんま聞いたことない言葉だね。人身保護制度。うわ、最悪。オルグ連産便所太郎の枠と勘違いしてるに一票。便所太郎さんの枠と勘違いしてるの。これは和道だよ。
あ、まだ巻いてる。最悪だ。最悪だ。みーすけお疲れ、仕事終わった？俺の可愛いみーすけおはよう。俺の可愛いみーすけ、部屋綺麗をキープしてんね。え？何？部屋綺麗キープしてる。そうかな。綺麗な時綺麗だよ。汚い時汚い。
ニースケさんもの多いけど整理されてる。もの多いね。捨てないとね。捨てなきゃ。ものが多いのは良くないよ。ミースケ部屋綺麗なの？勝手な予想だけど汚そう。ミースケさん汚い。汚いよね。そうだよね。なんかわかるもん。なんかわかる。すげえ汚そう。わかる。ねえ、だから彼氏ができ、あ。ものがいっぱい。趣味多いんだ。趣味多いんだ。なんか趣味少なそうだけどね。なんかそんな風には見えないわ。趣味は少ない方だと勝手に思ってたわ。のりこ勝たせっつったんよ。左側から撮る何かが欲しいな。よいしょ。こっからの角度いいかもしんないね。なんかシャレオツだね。こっからの角度いいな。なんかここいいね。良くない？これ結構好きかも。ちょっとオールド気味にしてみようか。オールド気味で。
オールド映像風にしよう。オールド映像風。姫さん、こんばんは。こんばんさよぴさん、こんばんは。はい、こんばんは、チャイティ。こんばんは。ニースケさん、ハートをプレゼントしました。ニースケ、ハート、ありがとう。そんなに俺のこと好きなの？ごめんね。なんか、叶わない恋させてごめんね。金魚姫さん、KT を3個プレゼントしました。ごめんね、人魚姫。叶わない。なんか、ごめんね。こんな男を好きにさせて、ごめんね。
コリコアットマーク金河さんバーガーを5個プレゼントしました。のんちゃんラッキーだね。のんちゃんおはよう。あれ起きた？金魚姫さんわらわら。のりこあたりだ。茶よぴさん今のバッグ可愛かったがどこの？これあの板場バーからもらったんだよ。これ板場バーからもらった、最近のメインバッグなのよこれ。金魚姫さんのんちゃんとあたり。のんちゃんあたり。のんちゃんはあの 2年3年ぐらいリスナーやって最高の彼氏ゲットしたから、今考えるとのりこリアトツした時大冒険だったんだろうな。ものすごい勇気出してリアトツ来たんだろうな。今考えると当時ね、当時は知らなかったけど、のりこからしたら、そうだよね、話してよかった。延長教えてよ、延長しますね。もんちゃんからしたら10年引きこもってて、トリコアットマーク銀河さんアスタリスクオメガアスタリスク、10年引きこもってて大好きなワドさんに会うためにプルプル震えながら、今考えると確かに初めて会った時メイクすごい濃かったもんね。今のメイクの3倍ぐらい厚塗りだった。のんちゃんよかったね。厚塗り厚塗りだったから、めちゃめちゃ化粧厚かったもん。さてのりこの厚塗りはさておきだな。のりこの厚塗りはさておき、俺思うんだけど、これ言わせてもらってもいいですか。なんかのりこと別れたら、のりこと別れたらっていうリスナー定期的に湧くけど、のりこと仮に別れることがあってもお前と、お前誰だか分かんないお前と付き合うわけではないからなっていうの、なんで誰も指摘しないの。なんかさ、確実に勘違いしてるじゃん。のりこと別れたらお前と付き合うわけではないから、っていうかお前がどこの誰かわからないから、なんかさ妄想が激しいよねリスナーって。なんで勝手にのりこが別れたら和道さんは私のものみたいになってんの。あれ意味わかんなくない、マジで。なんか勝手に物事を進めるんじゃないよっていう、妄想してるよね完全に。俺とのりこはプライベートで何回も会って、その上でお付き合いをしてるわけじゃん。その上でなんで勝手にのりこと別れたら勝手に私の彼氏みたいな認定をされないといけないの。あれなんだろうね。別に俺とのりこが付き合ってて何でもいいじゃんな。よくわかんねえよな、あの神経が。ほんと不思議だよ、ほんと不思議。全然意味がわかんないもん。なんか病気でしょ。というか彼氏とか旦那いる人もよく言うけど、それは何ね、茶よぴさん関係なくない、誰と付き合おうが、ね、だし、そもそもそのアイテムが飛んでるか飛んでないかとか俺の実力の問題であって、のりこ全然関係ないからね、はっきり言って。そもそも俺が腕がないからあのうだつが上がってないだけで、別にのりこと別れたら閲覧上がるとかないから。なんか妄想がすごいんだよな。なんかすごいよね。なんか心が豊かだよね。ワドリスナーは常に妄想をしてるんだ。ほんとわかんねえわ。
さん、のんちゃんを大切にしているワドさんのファンなんだけどね。のりこを大切にしてる人いっぱいいるよね。っていうか、なんならのりこのファンで見てる人も結構いるからね、うちの放送。俺を見に来てるんじゃなくて、のりこを見に来てる人本当に多いよ。なんかね、女性ののりこのファン結構いる。茶よぴさん、私ものんちゃんファンだったりする、うん、最近だけどね。いや、のりこのこと好きなリスナーいるよ、普通に。のんちゃん YouTuber とかになればいいのにね。パワーあるから好き。パワーあるよね。よくさんでも和道とのんちゃんが一緒の時が一番いいかな。まあ、のりこもともと配信者じゃないからね。まあ今でもそうだけど、あれじゃん、配信者じゃなくて有名なリスナープロリスってヤマトさんとノリコと嫁太郎さんじゃん。この3人が有名どころだよね。ヤマトさんは配信やったことないでしょ、ノリコもないでしょ、で嫁太郎さんもそうじゃん。なんか誤解を受けるけど、配信者だとカウントされやすいけど、プロリスだよね。だから下手な配信者より知名度あっかんな。金魚姫さん、プロリスナー。プロリスだよ、プロリス。有名コテハン。茶よぴさん、ヤマトは出たがりすぎてうざくなる。ヤマトさん出たがりじゃないよ。本当は出たくないんだよ、あの人。ヤマトさん出たがりじゃないんだよ。気を使ってここトーク盛り上げないとっていう、なぜか配信者の感覚でフォローに入ってるんだよ、あの人。分かってる人なんだから、配信やればいいんだよ、山田さんは。さよぴさん、そうなんだ、話が止まらないからさ。いや、この前の政治の話はガチでしょ。だってもともと政治家だから、あの人。政治の時は、え、珍しく山田さんが火ついてるってなったんだよ。あれはガチだよ、ガチ。政治の時は俺が引き出したんで、山津さんのニューキャラクターを。あれはただのね、ガチです。火がつい、愛国者なんでしょう。別に出しゃばりじゃないよ、山津さん。空気めちゃめちゃ読めるよ。さよぴさん、のんちゃんは和道といることで光るんだと思ってる。うん、なんで呼び捨てのところで今ちょっとイラッとしたんだけど、いいよ別に。いや、なんか普段さん付けのやつにいきなりなんか和道とか言われると、いや、いや、どっちでもいいよ。俺は別にイラッとしないよ。ただなんか、あ、こいつ普段は和道って言ってるんだみたいな、裏では呼び捨てしてて俺の前ではさん付けなんだみたいになるじゃん。あのキャラクター固定してくんない？ちょっとなんで今和道なんで今和道呼ばわりだったの？どっちでもいいよ俺は。
茶よちさんいや、私は一度もさん付けしたことないよ。そうだっけ？じゃあいいよ。あ、そう。まあどっちでもいいけど、ならいいけど。いきなりなんか、いきなりなんかそんな感じなのかなと思って。茶よちさんそうだよ。っていうかどの配信者もさん付けしないし。あ、そう。あ、まあ確かにヤマトって言ってるもんね。確かに。東京さんプロリスパイ。あ、出た。出た。面白くないおじさん出た。ネットスラングを全く理解してない面白くないおっさん来たよ。仕事はできるけどユーモアが足りないおじさんはこつ。茶よちさんサムネ面白い人。ユーモアが足りないおじさんはどつ。サムネ面白い人。トリコアットマーク銀河さんじわる。なんだろうね。ネットっぽいことに憧れてるけど、ネットっぽいこと。お笑いが好きなんです。はい。いや、お笑いとか見ないでしょ。そうそう。絶対見ないでしょ。じゃあ好きな芸人言ってみて。好きな芸人のちょっと3つ言って。好きな芸人、この人は面白いっていう芸人。絶対笑いとか見ないわ。そうそう、むしろすげえバカ真面目な優等生タイプだと思ってる。絶対そうでしょ。スポーツやって勉強ガリ弁で。東京さん志村けん、うん、小島よしおはどう。あ、くそ、あ、もうほんとぶん殴りたいわ俺。志村けんと小島よしおと芸風全然違うもん。すげえ今殺意湧いた。何にも分かってねえわ。金魚姫さん、ひでえな。小島よしおだぜ。女子高生の笑いじゃんこれ。女子中学生がゲラゲラ笑う笑いのジャンルに入れやがった俺のこと。頭きた俺。おもろい米やろ。もう全然面白くないよ。全然面白くないよ。俺の返しがあったからなんとか成立しただけであって。違うよ、全然違う。ゆうすけさんもっと温めて。もっと温めてってね。イラッとした。イラッと。昨日面白いコメントあったな。なんだっけな、なんだったっけな。ハズ連合だ。ハズ連合は面白かった。あ、ね、あのニコ生文化の面白いコメントの返しが面白いのって、大喜利が面白いからだよ。大喜利、大喜利配信っていうジャンルがあったの。あの一本グランプリとか笑点とか、あフリップ出してお題を出してこれで一言とかやるんだけど、大喜利上手い人はコメント面白いで、大体2チャンネルの面白いコメント書くやつは大喜利系のリスナーだよ。スキルを上げたかったら大喜利の訓練すればいいんだ。大喜利の。大喜利枠やろうか今度。面白くなりたい。カレー王さん結構センスある。カレー王さんは結構俺好み。サムネゲー引退した方がいい。サムネゲーっていうか、あのゲーになってないから、昨日分かりづらかったから、うん、俺後で気がついて、うん、後で気がついて、放送終わった後に気がついて、もうね分かりづらい。そうそうさん、カレー王になりたい。カレー王面白い。カレー王面白い。ちゃんと分かってる。出しゃばらないし、あの、ま、じゃあ、あの、面白くないおじさんの特徴を教えてあげる。一回笑いが取れたネタを引っ張るの。一回笑い取れたら、調子に乗って二回三回言うからつまんなくなっていくのと、周りのコメントで受けた類似ネタをやるの。これつまんないやつを。だから、カレー王さんはそれやらないから。そう。
カレオさんは笑い取ってももうスッってこう引くからソソはもう前に前にみたいな、俺もできる俺もできるみたいな俺だってっていうその前に来る感じがで、やだソソのコメントは、うん、カレオ2とかで、だってもうカレオっていうコメントがもう分かってるもん、カレオっていうコテハンが分かってるじゃんまずあとサムネの黒人が、あのもう2年ぐらいずっと固定だけど全くいじられないとかが面白いじゃんあの写真が黒つぶれしてて黒人なのか何なのか、違うよ分かってるけどあえてしつこくやってんだよ、もういいからもういいから、もう悲しくなるからやめよ、もういいから、こんなミーティングだよ、本当スタメンなんだから、和道リスナー、あ腹立つわ、あのそれはちょっと面白いね、いやスタメンが結局面白いコメント書けないから結局俺がつまんないみたいになってるから、リスナーのレベルが上がったらこの放送面白くなるはずだから、だってうなちゃんマンなんて本人面白いのもあるけどほとんどリスナーが面白いからっていう部分あるよ。いや俺ねちょっとね昨日の金魚姫のカラオケ枠のコメントはちょっと面白かったんだよねちょっと面白かったんだよ。で金魚姫があのボケてるのに、あの本当にゆあちゃんっていう女の子が本当にあの本気で乗っかってきて、あの錯覚コメントが出てきたのが面白かった。だからあのボケは続けて嘘をねつき続けると本当になるんだっていうことが昨日のカラオケ枠で、昨日金魚姫がずっとうわー耳が癒されるボリューム上げなきゃとかずっと書いてたの、わあ和道さんの歌声素敵囁かれたいとかずっと書いてたら、他の初見のリスナーさんが本当にそうっつって、あの金魚姫は冗談でずっとそういうこと書いてて、なんかテルチャンピンの枠みたいなのを書いてたら本当にテルのリスナーみたいなのが来て面白かったんだよ。そう金魚姫はネタでやってるのに、なんかゆあちゃんっていう女の子、なんか初見さんが来てこの人本当に歌声素敵とか言って、すげえじわじわ来たもん昨日。だからね嘘もつき続けるとね、あの本当になるんだよ。あれ面白かったね、ネット特有の、なんかネット特有の感じだったよね。なんかね2018年を総括する動画を今年1本上げようかなとか思ってて、2018年の和道の配信の歴史を5分ぐらいにまとめようかなと思ってんだけど、それやんない？なんだかんだ何もやってねえじゃんって言ってたけど、1年間のそのやってきたこと見ると面白いんだよ。それどう？1年前までちょっとタイムスリップしようか。今年1年どんな年だったのかを5分の動画にまとめましょうよ。映像キャプチャーデバイス、画面は左かな。結構いろいろあったんだよね1年前。何やってたかな1年前。この1年間何があったのか振り返ろうぜ。7ヶ月、毎日バカみたいに配信やってるな、本当にバカだな、配信バカでしょこれ、配信バカだよ。そろそろ9ヶ月前だ、9ヶ月前。あ、これ面白かったね。ジェダイさんとノリコの喧嘩突面白かったね、これ。ノリコの方が喋りできるっていう、ね。じゃあ、タイムスリップしました。1年前。
この辺か。この辺は、何がある？なんだろう、シルバーアクセサリー作ってるでしょ？シルバー作ってるね。シルバーばっかりやってるね。シルバー作ってて、で、捨て頃の出場が決定したでしょ？で、生活保護完全マニュアルの1がスタート。シルバーアクセばっかりやってて、生活保護完全マニュアルやったでしょ？あとは、まあ、マッハ道場。金梅さんの婚約指輪、生活保護完全マニュアル2。コンドームマンののりこでしょ。これ面白いでしょ。このサムネやばいな。このサムネやばたんでしょ。こののんちゃんのコンドームマンすげえ面白いじゃん。これやばくない？ノリコンドームマンでしょ。あや放送できてんの？なんでコメントないんだ。解放が家に来た。卵味噌が家に、あ、卵味噌じゃないなこれ。トリコアットマーク銀河さん、こんなに長いの編集できない？いや、5分で編集できるよ。パッて文字でテロップでこんなことやりましたっつって2秒の動画流せばいいんだよ。何があるかな。ドラム配信、旅配信で伊香保温泉行ったでしょ。のんちゃんと伊香保温泉行って、これカズと会ってもんね。で、これ面白かったね。のりこ VS ワンワンのこれメイク配信すげえ面白かったよね。これ当たり回だよ。4800再生だって、やっぱ当たってるね。伊香保温泉、のりこの再生数3000-4000って多いんだよね。のりこの回は多いんだよ。のりこが出ると閲覧が増えるんだ。で、出た出た事件、カレーライス。カレー王さん、タクシーとかシャブ中みたいな人とのコラボ枠が好き。これこれこれ、カリーライス和道キッチン、テルチャンピンと揉めたやつね。イニシエの出た、思い出した。タクシーとかシャブ中みたいな人、とつまちの素人系か、ポケモン系ね。これテルと揉めたやつだ。で、あとなんだろう、なんかあるかな。あ、これだからほら、岡山リアトツで岡山、これ祖祖ね、家行ったもんね。ここ祖祖の家だから。名古屋に向かう、名古屋に行った。で、卵味噌が家に来た。で、これリスナーさんのあのラーメン屋さん、岡山の。で、あとなんだ、あとなんかあったかな。練習再開し始めて、捨て頃の。あとなんだろう、荒野と待ち合わせ。そうだ、荒野生きてる。そうだ、荒野のバンドだ。荒野のバンド配信。うわ、で、でサムネイルが新しくなったんだよ。ここでプロに写真を撮ってもらって、俺この辺からそのカメラに興味を持ち始めたの。だから7ヶ月前にそのプロに写真を撮ってもらって、プロの腕を見て、そのカメラいいなってなったんだよ。で、弾丸塾だよ。そう、弾丸塾がスタートだよ。弾丸塾スタート、ここが初めのその弾丸塾企画スタートしますって言って、で、スパーリングやって、のりことデートして、練習して、捨て頃練習。で、
でカズさんと出会うんだよ。ドレさんの練習会でカズさんと出会う。でドレがふてくされてディスり始めるんだ。でロードワークやってたね、汗だらしてね。でカズさんの練習でしょ。で弾丸食はここでスタート。で新八丁の謝罪会見だから、ここは新八丁大原誠二容疑者がやらかして爆笑したんだ YouTube で。でロードワークやって練習ばっかりやってるね。光くんとかと練習したりで、この辺 YouTube ライブが多いね。 YouTube ライブよくやってる。で捨て頃で負けて出た金梅さんの出た、これ捨て頃のベロンベロンに酔っ払って金梅さんが車の中で帰らなくて、のんちゃんと捨てたんだよね金梅さんをね。で鮫島さんの家に行って、で弾丸塾のリハーサルでしょこれが、でのりことラブホに行って温泉入って、でなんだろう、あそうだ、カメラをここでこじり始めるんだよ。カメラ5ヶ月前だよ。半分カメラの映画代半分貯まりましたって。でカメラ買う回が俺の中では神回なんだよね。これだ奇跡。これカメラ買ったの4ヶ月前じゃん。俺カメラ始めてまだ4ヶ月しか経ってないの。え意外じゃない？俺カメラ始めてまだ4ヶ月しか経ってないんだ。なんか1年ぐらいやってる気分だったけど、カメラ買って4ヶ月か。意外といいペースでだから頑張ってるじゃん。で写真ばっかり撮るようになるんだ捨て頃あとは。で鮫島さんが映画撮るって言い始めて、でそうだこれだ、楽しんごと喧嘩したんだ。楽しんごと喧嘩したんだよ。思い出した、なんかツイッターでマウント取られたんだツイッターで。でまあ俺の画力だよね、ドラえもん描いて俺の絵のイラストのセンスをみんなに見せつけたんだ、あと何かな。でココア様を撮影させてもらって、でこいつね、あの樽波レイさんになんかもうリスナーやめますとか言う、樽波レイさんにリスナー辞めるとか言われて、で3分でわかる生活保護書、で、あと何あるんだろうな。統合フェス出演決定で、エホバの証人が家に来て、で、で YouTube の動画を結構上げ始めたのかこの辺から。なるほどね。まあこんな感じか、1年こんな感じか。あと静岡行ったりね、江ノ島行ったり、あとなんだろう、こんな一年か。秘境伊豆へ向かうっつってね。まあこんな感じの一年だったな。トリコアットマーク銀河さん延長します。はいはい延長します。延長します。延長します。ありがとう。教えてくれてありがとう、のんちゃん。で、よっさん忘年会ね。バーガーありがとう。よっさん忘年会だ。ここでちなみさんが爆投げ。風船ありがとう。まあまあまあ、いろいろやったね。いろいろやったね。頑張った。まあ今年はだから映画だよね、映画。
で、来年は捨て頃終わるっていう。みーすけハートありがとう。ありがとう。のっちゃんいいね、ありがとう。まあ来年どんな年にするか決めないとな。ちょっとね、自分の企画を作ろうかなとは思ってるんだよね。マイ企画を。企画書をね、作らないといけないんだよ。企画書。マイ企画の。前から言ってた、ダルダルさんありがとう。企画を作らないといけなくて。ちょっと企画書作ろうか。企画書。企画書を作ろう。ちょっと待ってね。企画書。企画書。ちょっとね、一個ね、自分の企画をね、作ろうかなと思ってるんですよ。どれがいいかな、テンプレート。ちょっと待ってね。企画書。企画書。配信者。討論会、漫画討論会。自分の企画、企画書。漫画討論会でしょうか。配信者漫画討論会でいいか。神に愛されたリスナーさん、どんなジャンルであれ討論あってのはいい企画ですな。討論は面白くなりそうだけどね。前からやろうやろうと思ってたんだけど。おい、たくみさんお疲れ。たくみさんお疲れ。漫画討論会。で、まず、概要。配信者、企画概要。つまり、
新車漫画と感じか。いや、これ後でやろう。これ後でやるわ。ちょっとね、漫画の企画を打ち出さないといけないんですよ。漫画の企画を。てか腹減ったな、ちょっと。お腹すいた。今日はご飯買ってあるから、ご飯炊くか、後で。先に炊いた方がいいかな。暇だな今日。何やろう。何やる。カラオケ行く？歌うま選手権の練習でもする？今日金曜だ。カラオケいっぱいだ。明日どこ集合だっけ？明日。明日どこ集合かな。銀座さん、銀座のどこか、銀座のどこか聞いてない。なんかね、テルがね結構適当なんだよね。あの便所さんとかはもう1週間前とか1ヶ月前とか定期的に連絡来て、どこどこの場所でいついつで今現状こうなってて、誰が出てこうでこうでこうでみたいなんだけど、テルはねいつもね、企画やるで、集まるで、ワド来るんか、行くよ、よろしくな。終わり。これイベンターとしてはダメでしょ。頼むで、歌うまやるで。何がどうなってんのか全然わかんないんだって毎回。面白いやんなーって言って、どうなってんの歌うま銀座のどこ。何、なんなら明日で会ってるよね、歌うま。歌うま閲覧どれくらい行くんだろう。ボンちゃんワード2。はい、ワード2。
まあどうなんだろうな。明日はテル枠がにぎわうね。猫の目さんはどう、こんばんにゃ。はい、こんばんは。猫の目お疲れ。こんばんは。パン食べようかな。猫の目さん今から帰るねん。そうなんだ。今から帰るの？仕事終わった。猫の目さんガタンゴトンガタンゴトン。なんか猫の目は頻繁にコメント書いてるから、なんか働いてないような感覚で。エア仕事だと思ってるから俺は。猫の目はエア仕事をしてると思ってる。カレー王さん緑のタヌキを食べています、感謝です。パトラッシュさんみたいな。猫の目さんめちゃめちゃ働いてるよ。何感謝って誰に感謝だ。でも俺緑のタヌキちょっとなくない？赤いキツネでしょ。緑のタヌキ派かよ。赤いキツネだろう、さすがに。めちゃくちゃ働いてるんだ。
なんか肩身な仕事をしてる人は配信を見ないっていうイメージなんだよね、俺の中で。カレー王さん緑だろ。緑？いや俺赤いキツ緑のタヌキなんか買ったことないよ。ない。赤いキツネだよね、みんなね。うわ、ないわ。緑のタヌキかな。まず三赤が。赤派だよね、赤派だよね。うわ。カレー王さんキノコとタケノコだとキノコだろ。いや、タケノコですか。うわ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 。うわ。いや、完全にタケノコでしょ。タケノコ圧勝でしょ。うわ、ないわ。赤だよね、赤だよね、そうだよね。うわ、なんだろう。アンチでしょ、カレー王さん。はぁ、アンチだよ。いや、ない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 。うわ、許せねえ。キノコの緑だよ。緑キノコだよ、緑キノコ。ん？カレオさん、焼きそばは？焼きそばのメーカーは？焼きそばのメーカー。縁組さん、年越し用の緑買ってきたよ。マジで？あ、でも年越しそば食べるんだ、みんな。カレー王さん、焼きそば弁当。うわぁ、北海道民だ。出た、スープ飲むやつだ。あー、ペヤングだから。ないわ、マジで。焼きそば弁当。焼きそば弁当知らないでしょ、みんな。あの、北海道民、シェア率 90% 以上。うん。焼きそば弁当っていうワードが出たらもう道民確定だから。ないわ、マジで。もうっていうか、焼きそば弁当売ってないでしょ。こっちは売ってないよ。で、言うほど別にうまくないからね、焼きそば弁当。まあ別にまずくないけど、ただなんか押すものではない。むしろペヤング系の味だから。マジかよ。なんか許せねえわ。緑のタヌキはないよ。ない。なんか天ぷらがまずいのが許せないの。カップラーメン食べたいってあんまないんだよな。みんなよく食べる？カレー王さん、曇りなきまなこで食べてみなよ。感謝です。あ、これ2回言うと面白くなるパターンだ。感謝ですが、後からボディーブローのように聞いてきた。のりこアットマーク銀河さん、豚のやべ、2発目にズドンときた。そそ見てる？そそそそ見てる？そそ感謝ですが、2回目でズドンと来てるよ。フェイントだったんだよ。緑のタヌキはフェイントだったんだよ。分かった、今。感謝です。2発目で、こう来たんだよ。ドン。ボディーブロー。昔はバッコーンってスープ付きの焼きそばあったよ。そうそうさんメモしてます。カレー王先輩だから、カレー王先輩。うん、昔はバッコン。だってさ、のりこの昔、のりこ古いんだもん。ほんなさ、のりこの昔話されてもさ、俺の母親の世代の話になるから。のりこは、だから、ちょっと待って。俺の15個上だけど、そうだ。のりこは俺の15歳年上だけど、
15歳年上だけど、俺の母ちゃんの5個下なんだ。だから、のりこが15歳の時の子供って言っても、やめよこの話。この話はダメだ。しちゃいけない話だわ。俺、のりこが15歳の時の子供でも合ってるんだ。すげえな。切れた。のりこ切れた。すげえな。そういうことでしょ。のりこが若気の至りで産み落とした子供でも合ってるんだ。すげえな。奇跡。でもまあのんちゃんね、小学生みたいだからね。おいロビーお疲れ。ワード2。いやーなんか感謝ですが、すげえいいな。トリコアットマーク銀河さん、またお母さんってアンチに書かれる。書かれるね、うん、いやのりこに嫉妬してるんだよ。のりこに、のりこに嫉妬してるんだ。猫の目さん、人身事故やわ、嫌やわ。マジか。でもさ、電車の人身事故って言い方ね、100% ほぼ 100% 飛び降り自殺じゃん。事故なわけがないじゃん。あれトラウマになるらしいよ、電車の運転手。目が合う人は、飛び込むやつと目が合う時があるんだって。怖っ。もう脳裏から離れないらしいよ。ロビー、参考は。いや本当に PTSD になっちゃうんだって。だから目があったらもうアウトって言われてるの、飛び込みは。猫の目さん最近多いねん。不景気だからかな、うん、やだね。トリコアットマーク銀河さん、いやー運転しててさ、やでしょ。ちなみに、これも、闇だけど、山手線って一日に2回あるからね。人身事故。バイトがあんの。マグロ拾いっていうバイトがあって。待機してんの。で、飛び込んだら体のパーツ全部拾いに行く係がいいの。アトムさん、人身事故ってことあるわ。スーツの上着とビジネスカバンがホームに残ってて悲しかったわ。いや俺ね、事故で怖っって思って生で目撃したのがバイクの事故だったの。しかも病院の目の前だったの。日赤病院っていうでっかい病院があって、迷惑をかけない、死に放ってないよね。でね、ヘルメットつけてるバイクの、バイクがこけてあんのよ。で車が渋滞になってんの。だからもうバイクの事故だってわかるんだけど、女の人が叫んでるのよ。女の人が、若い女の人が発狂して何かを探してるの。で、うわ、事故だっつって。まあ、病院近くだし、もう救急車とかの手配来てたから、こう通り過ぎてったんだけど、車乗ってて、うわ、事故だねっつったら、女の人が、足どこ？足探して足って言って発狂してんの。で、パイロットの人意識あるんだよ。怖っと思って。すげえリアルだったの。あ、足探してってこういう感じで言うんだっていう。
足どこ早く足みたいな、もうなんかその女の人の発狂具合とその足探してっていう冷静さが怖いんだよね、うん、サイコパスだからねサイコパスだから全然平気、うん、人に迷惑をかけない死に方もないけど、人に迷惑をかけない生き方もないでしょ。もう生きても死んでも人間は迷惑をかかるのが前提だと思ってるから、いいこと言う、いいこと言うね、ほんと感謝ですトリコアットマーク銀河さん、酔っ払いの人がホームに落ちるのが年末。あー、それもあるだろうね、自殺じゃなくてね、うん、それもあるな。確かに、だから迷惑をかけてもニコニコしてくれる人が何人いるか勝負だと思ってんの。お互いに迷惑かけ合っても許してくれる仲間が何人いるのか勝負でしょ。迷惑はかかるんだから、うん、こんなの平気だよって言ってくれる人が何人いるかだよ。感謝です俺でもさ、17で一人暮らししてた頃、あの石野みたいな高校生が俺の家に出入りしてたの。ずっと毎日来んの。友達できなくてませてるやつで、頭いいやつで、そいつ早稲田かどっか行ったんだけど、一浪してすげえ頭のいいバンドマンギタリストがずっと家にいてそいつとさ、あのタバコ吸いたいねって、でもポケットに300円しかない、どうしようって言ってて、二人ともタバコ吸ってたから、どうするこれっつって、でそいつが言うのよ、賽銭泥棒行きましょうって、もうこれは夜中だし賽銭泥棒しかないと思いますって、和道さん僕カナブン捕まえてきますよっつってカナブンを紐でくくりつけて、カナブンを賽銭箱に投下して500円釣るんすよって、でそれはさすがに泥棒だと。ヒーローさん、アホなシン丸出しの配信してるが、なんで番にならへんの。通報しないと番になんないよ。で、あのそれはダメだと。自販機に小銭を拾いに行こうと。それはオッケーだと、オッケーなはずだと。で夜中二人で街中の自動販売機を電柱でこうやって、ある100円あるってやったけど、めちゃくちゃあるから知らないでしょ。4時間かけて500円、トータル500円、タバコ代いったもん。で二人で吸ったタバコめちゃくちゃうまかった。でも結論ね、4時間歩き回ってこんだけ労働してタバコ1本吸えたけど、働いてたら、2人とも4時間働いてたら、まあ6000円ぐらい稼いだねって、6000円、8000円稼げたから、やっぱ働いた方が効率いいねっていう話になった、うん。アルバイトした方がよっぽどいいねっていう。それは俺の教訓だよね。小銭を手突っ込んでも、あのお金は手に入るけど働いた方がいい。ランチパック食べてるの。ランチパックの深入りピーナッツと、セブンイレブンザクッとチーズクレームビュルレ。これうまい。チーズクリームビュルレ。パイの上に甘い角砂糖のザラメが
コーティングされてパイなんだけど、中はチーズクリーム、うん、もう太るためだけのパン、栄養価なんてない、栄養価なんてみじんもないよ。俺さ、ちょっとさ、これさ、今ちょっとあれなんだけど言っていいですか、フォローを外してフォローバックするやつ何なの。一回フォロー、もう昔から見てるのに、何アピールなのあれ。フォロー一回外すので、フォローするの、し直すの、何なのあれ。あれって、いや、和道のあの態度が気に入らなくけど、俺はいいよ、許すよみたいな、なんかね、そのメッセージ性が強いっていうか、なんなのあれ、なんなの。フォロー外してフォローし直して俺にアピってくるの、すげえ嫌なんだけど、あれなんなの、あれどういう心理なの。なんかすげえ嫌なの、嫌じゃない、なんかそのフォローし直すの、なんなんだろうね、もうなんかすげえもやっとすんの、もやっとする、うん、うん、なんなんだろう、どういう心理で何があってそうなってんのか、なんかすげえなんか無言の圧力みたいな。ゆうこさんお疲れ様です。無言の圧力すげえやだ、なんかフォローを外し、フォローをつけ、これ多分配信者しかわかんないだろうな。何なんだろうね。どういう心理なんだろう。よくわかんねえな。ツイッターでもよくある、あるまずサンリスナーのマウンティング的な、ね、いやどういう心理なのかわかんないから、でも何か怖いエネルギーを感じるの。なんかそれもね、フォローされると俺に通知が来る仕組みなの、フワッチって。だからフォロワー増えたって確認すると、え、こいつフォローしてたんじゃなかったのってなるの。何ってなるの。誰だろう、誰がフォローしてくれたんだろう、カチカチって見たら、アンコロって書いてあったりとか、猫の目とか書いてあったりとか、怖いってなんの。アンコロ見てる!と思って、猫の目見てる!なんで猫の目はフォロー外したの?なんで、何があったの?この3日間でとか、外された時はないから、トリコアットマーク、いや怖いでしょ、だって猫の目毎日見てたじゃん、毎日仕事行ってくるで和道とかさ、今日疲れたやんなってさっきも書いてたじゃん。いやだから、いや俺からすると、何なの、何猫の目がなぜ今のこのタイミングでフォロー、何って、ほら、だから猫の目新しいところにいるじゃん、新しいところにいるじゃん。ブロックしたから外されちゃうんだよ。いや違うでしょ、ブロックしてないよ俺、猫の目だ、うん、いや怖いんだけど、何なの、どういうメッセージなんだろう。猫の目さん、せやわせやわせやわで片付けするなよ。みーすけさんへ、前にしなかったっけ、猫の目さんは動画ブロックするからや、うん、俺ブロックしてないよ。何、俺が悪いみたいになってんの今度。人のせいですか。何、俺が悪いみたいになってんの。はぁ、あ、
原因俺だったの。マジで。ニースケさんしたよ。いや花火投げないやつは定期的にブロックしてるから。キツネ枠でブロックしたとか。花火を投げてたのに投げないやつは俺定期的にブロックしてるから。花火投げてたくせに投げないやつはブロック、ブロックしてんの俺。トビ参考は嫌がらせでわざとブロックしてわざと速攻ブロック解除するの。要はフォローだけ外すの。それで見に来るかどうか見てんの。そう。ニースケさんありがとう。だってムカつくじゃん。あ、そう。俺はそういうことやるよ。俺すげえ陰湿だから昔花火投げてたやつフォロー外すの。要は俺のとこ来んなっていう見えない圧力をかけんの俺が。そう。お前いらねえからっつって整理すんの。だって嫌じゃない？昔投げてたのに今もう見なくなったやつって要は見る気が要は応援する気がないのに見てるってことじゃん。ただ飯食らおうとしてるやつじゃん。そんなやついらないじゃん。だからフォローを勝手にこっちが外してやってんのも先手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 のワードだから、あ、私フォロー、あれなんでフォロー外れてんのっつったら俺がおい花火投げろバカ野郎っていう意味だから。あ、もうミスケブロックしよう。怖いでしょ。俺はそういうサイコパスな男だよ。サイコパスな男。マルーンさん外してサイコロをするリスナーと同じことしてるわら。俺はフォローしてない。俺はブロックしてブロック外してフォロー外しのワードだから。すごいでしょ。自らフォロワー外してくんだよ。だって昔投げてたのにフォロー外さないで見てるってなんなん、なんなんってならない？それってさ、もうさ、もうお別れ時じゃん。マルーンさんアピールは同じでしょわら。いや、じゃあアピールじゃないから、俺本当に切ってるんだもん。フォロー外してるんだもん。わかる？アピールじゃないから、アピールじゃないの。もういらないよって。ポン。ロビさん、さっきまで感謝感謝言ってたのに。え？猫アットマークピンガさん、猫さんがお散歩から帰ってきたので寝ます。お疲れ様チルダ。はいはい。うん。ノリコアットマークバーガーありがとう。バーガーを5個プレゼントしました。だって怖いじゃん。怖くない？お前らこの怖さわかんないんだよ。お前らは俺がいかに綱渡りで生きてるかわからないんだよ。怖いんだぞ。おい、やってみマジで。仕事辞めて。一ヶ月間配信で食うって腹くくってみ。俺が言ってる意味わかるから、マジで。やってごらん、一回。何の保証もないんだよ。何の保証も。それで、なんか、昔花火投げて囲ってたやつがアンチ化してると思うと怖くて怖くて寝れないんだよ。その恐怖たるや。わかる？怖いよ。昔応援してたやつが今は監視してるんだよ。監視されたくないもん俺、うん、やだ怖い。すげえ怖い。 I'm scary。 知らんけどさんなんだよ、うん、おちおち潜ってもいられねえな。潜らせないよ、うん、恐怖政治だから。恐怖政治。花火ありがとう。定期的に投げてくれないと拗ねるからね。全然怖い。もう怖い怖い怖い。怖たん。猫の目さん花火ののパチパチパチ。良い子さんつまらないものですが、つまらないものですが、そこでカラコメント。良い子さんバーガーありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。でもなんかさ、俺一回達成したいのが花火じゃなくて100万稼ぎたいよね。本当に4500人のフォロワーが100円投げたら行くんだぜ。マルーンさん空砲。空砲だったね。だって俺本当にそっちの方がかっこいいと思わない？ 4500 人に100円もらったらいくら？ 45 万でしょ？だからそういうなんか花火とかの大額じゃなくて、こう、コツコツ積み上げて、もうそれこそ風船だけで月収100万いく枠とかやってみたいよね。風船以外のアイテム今月禁止みたいな。
もう風船以外で俺飯食わねえからみたいな。花火なんかもう許せねえよみたいなさ。わかる？もうあの反抗期だから俺。反抗期。裏返しですよ、裏返し。ドビ、三強のアングルいいね。なんかジブリの世界の中に。あのね、アングルは、まあ、ほぼ変わんないんだけど、色合いをね、オールド風にしたの。オールド風。ね、なんて言えばいいんだろう。色味を薄くして、黄色味をかけて、で、コントラストを強くする。だから、昔の古い映画みたいな絵の作りにしてるかな。そう。だから、ちょっと古め。トラさんみたいな。トラさんの初期みたいな、そうそう、色合いを。これ、オールドの作り方なんだけど、映像の。そう。ちょっと、おしゃれな感じの絵作りだね。これいいね、アングルもね。俺も左からのアングルの方が好きなんだよね。正面アングルをやらないのは後ろについたてがあるから圧迫感があるから。あのね、正面から映すときは部屋の後ろが広ければ広いほどかっこいい。マルーンさん、さすが渋谷スクリーンデビューしたワド監督。何渋谷、ああそうだね、捨て頃渋谷に俺今日すごかったらしいね。おう、どうだった、かっこいいシーンだった、俺が負けてるところじゃなかった、どうだった渋谷のスクリーン、俺攻めてた、大丈夫、渋谷のスクリーンデビューだよね。延長してました、ありがとう、ボン。ボンさん、いいね。ありがとう、ボン、ありがとう。ボンさん、風船を10個プレゼントしました。ありがとうございます。ボンさん、バーガーを5個プレゼントしました。ありがとうございます。ボンさん、ハートをプレゼントしました。ありがとうございます。うん。どうなんだろう。かっこよく映ったかな。猫の目さん、こんばんにゃ。でもあれ、ああいうのはフワッチがやるべきだよね。フワッチ、13億だってね、アプリランキング。売り上げ13億だって。1位がショールーム、2位がセブンティーン、3位がフワッチだって。課金？アプリのダウンロード課金。マルーンさん、ドット5秒の戦う男、かっこよかったです。ドット5秒の戦う男？うん、あ、そうなんだ、見たかったな、渋谷で生で、今日だったんだ。ロビーさん、お風呂行きます、ではまた。はいはい、行ってらっしゃい、お風呂行ってらっしゃい。あ、でもね、俺ね、お風呂がでかいところに引っ越したいかな。この部屋嫌いじゃないんだけど、お風呂とキッチン広いところに次は引っ越したいね。湯船にゆっくり浸かるの大好きだから。ほんとびっくりする、体育座りだよ、こうやって入るんだよお風呂、こうやって。こんなんさ、俺33歳だよ、こんなユニットバスってお風呂もうね、なんか悲しくなるんだよね。でも銭湯とかだとゆっくりできないのよ、人が多いから。お風呂でかい、なんかさ、しかもこう足が伸ばせるタイプのお風呂あるじゃん、普通の一軒家のお風呂よりも、なんか平たくて、こう歪んでる、ラブホみたいなお風呂。もうだから俺、お風呂の家を手に入れたい。お風呂の一軒家。あとシステムキッチン。この二つを手に入れたい。これが俺の夢だな。システムキッチンと足伸ばせるお風呂。よいこさん、銭湯って今をいくら？銭湯は、400いくらだっけな？ 430円。でも、よいこさんの家の近くにあるでしょ、銭湯。北新宿の方とか行ったら。古いオールドの、もうザ銭湯。でもそこの銭湯、スーパー銭湯みたいでめちゃめちゃすごいいいんだよ。だけどね、嫌なんだよね、ゲイが多いから。羽衣湯。羽衣模様のいいところは帰りにタッチが読めるんだよ。漫画喫茶みたいになってるから。三旗になら安いんでないか。いえ。熱海か。
俺熱海ありだなって思ってるよ。熱海は最後死ぬ時に暮らすのにはありだなって、候補には上がってるかな。あのね、アニメのね、映画監督の攻殻機動隊書いた押井守さんが住んでんだよね、熱海は。いや、もう本当に50代までは本当東京でやるつもりだけど、50半ばあたりから隠居したいね、本当田舎の方に。のりことゆっくり暮らしたい、本当に。ネットが繋がってたら仕事はできるから、なんかそれまでになんか財産作りたいね。財産っていうか、そのネットで YouTube で毎月広告料入ってくるとか、老後の資金っていうの、毎月入ってくるなんかこう作っていかないとな。よいこさん確かに近所にあるわ、W 湯あたりするから行ったことないけど、あ、よいこさん湯あたりするんだ、繊細なんだね。いやー、お風呂好きなんだよな俺。だからタトゥー入れない理由お風呂だもんな。もう多分お風呂嫌いだったらタトゥー入れてたもん絶対。風呂に入れなくなるのだけは嫌だったから、タトゥーは入れたいよな。まあ入れないけども、顔とかにもタトゥー入れたかったもん。かっこいいタトゥよいこさん、クロスに跳ね、ドクロにね、メメントモリ、クロスに跳ね、ドクロ、メメントモリ、フルハウスだね、フルハウス。よいこさん、わら、なかなかいい手札だよね。なんであの年齢でいきなりタトゥー入れたんだろうな。もう本当によくわかんねえんだよな。もう鮫島さんぶっ飛んでるよな。止まらないものですが。アバガーありがとうございます。いや本当にすげえ攻めてるよな、マジで。すごいよね、結構。なんで今のタイミングでタトゥー入れるんだろう。猫の目さん、鮫島さんってあれほんまに入れやったん、うん、がっつり入ってるよ背中に、がっつり入ってる。あ、でもね、和彫りでかっこいいなと思ったのがさ、あのこの前トツかけてきたあのハーフのペルーから覚えてる、あの同級生がさ電話かけてきて YouTube でしまっちゃんだっつって、和彫りのがっつり入ってんの。わずさん、サメちゃん、ピアス拡張したりネックレス、すげえかっこいい、あいつの和彫りは。同級生なんだけど、竹の模様がぐわーって入ってて、竹で虎がいるの、でっかい虎が、和彫りのタイガーなの、うん、あれかっこよかったね。あ、そうなんだ、ピアス拡張したりネックレスつけたりロックになってるんだ、へー。鮫島さんご飯全然食わないからガリガリなんだよね。本当に俺男の人でこんなに細い人いるんだっていうぐらいガリガリだよ。一番細いんじゃないかな。あれ？セフィゾーがなんでこんな閲覧あんだ？どうしたんだろう？セフィゾーが400人集めてんだけど、何これ？
何やってんの？セフィゾーなんでこんな、セフィゾーどうした？キチガイリスナーのセフィゾーがなんか配信閲覧ぶっぱねてるけど、なんかあったのかな？なんだろう、どうしてブレイクしてんだセフィゾーが。何やってんだろう、キチガイ配信やってんのかな。キチガイばっかりだな世の中。バズさんまた警察ネタです。またって結構頻繁にやってんだセフィ。そうなんだ。頭おかしいもんなセフィゾーな。だから SY とかあの辺の系統を目指すんだろうね。あの辺の、なんて言うんだろう、警察炎上ネタ系配信者狙ってるんだろうね。あんな売れ方しても意味ないんだけどな。すぐ飽きられて終わりなんだよ。いや、あの系統ほんと悪手だよ。あの配信者で閲覧は取れるけど、ほんとにあのむしろなんだろう、まあバスクリーン投げるとか皇居にとかいろんなシリーズあったじゃん。スターバックスに爆竹投げるとか、もうあれ系は短命どころか一発屋なんだよ。一発屋どころかただ炎上してるだけだから、フォロワーもつかないしリスナーもつかないの。ただ閲覧が伸びてくっていう、本当にただそれだけなんだよ。なんで先が読めないのかな。いや過疎が苦しいのわかるけど、なんであれをやろうと思うんだろうね。過疎配信者ほど腕がないやつほどあれやるよね。もうニコ生からずーっと脈々と答え出てるじゃん。これやってもなんだろう、フォロワーつかない、閲覧も元に戻るとかさ、あんまり良くないと思うんだけどな。アトムさんノブか。そうそう、ノブノブノブ、懐かしいね、よく覚えてんな、うん、なんだろうね。逆になんであれをやろうと思うんだろう。むしろ敵が増えるだけだと思うんだけどな。もったいねえよな。他にやり方なんかいくらでもあんの。セオリーはやっぱりそのいろんな配信者とコラボするっていうのがもう一番セオリーだと思う。でゆっくりゆっくり出しゃばらず可愛がってもらって、ゆっくりゆっくり知名度上げていって、だ大手になった人全員それができてるよね。あのヒカルくんもそうでしょ、野田ゾーリもそうでしょ、橋本くんもそうでしょ、まあランさんもそうでしょ。やっぱコラボで先輩力ある人に可愛がられて、ゆっくり自分のリスナー作っていって、もうそれが一番いいのに。なんか解放が実はそのコラボ頻繁にやってんのはすごい正しいやり方なんで、あれうざがらみは別として、うん、もったいないよね。ワズさん、石川さんの座談会で野田がワズさんのうさぎ事件話してて笑えました。なんで言ってた、古い話してるね。あのウサギのバーベキューでしょ、俺がウサギの肉盗んだやつでしょ。珍しいね、座談会で俺の話題なんか出るんだ。へえ。のりゆきさん系のところで俺の話題ほとんど出ないはずなんだけど、のりゆきさんの企画だって一個も絡んでないじゃん。いやー嬉しいね。何悪く言われてた、あいつ許せねえみたいな。どんな流れなんだろう。
まあ昔はめちゃくちゃだったからな。面白ければ何でもいいと思ってたもんね。リスナーが笑うんだったら何でもいいやって本気で思ってたからね。まずさん名前は出さずに野田が話してたんだけど、みどりさんがそれはどうだろう。ああ、みどりさんが、うん、そうだよ。野田総理がリスナーからうさぎの丸焼き用のうさぎの肉が送られてきて、もうまんまうさぎなのよ。でそれを食べるって言って、バーベキュー誰でもリアトツ OK ですよって言ったから、ニコ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 しながら手伝いますとか言って、段ボール持ちますとかやってたの。そうで、そのままうさぎの肉が入った、焼きた、こんがり焼けたうさぎの肉があって、それ持って走って逃げたら警察呼ばれたの。そしたら野田総理ブチ切れて、お前企画潰す気かよこの野郎とか言って、警察呼んであいつぶち込むわとか言って、マジで警察来て、そう、そんなことばっかりやってたからね。バズさんあれハワロタ、普通にぶち切れられたからね。うん、もうそんなのばっかりやってた。ゆめすけさん聞いててもおもろいな。動画残ってんのかな、動画うさぎの肉の。ちょっと待って、炎上したよなあれ。またうさぎで検索してみようか。あ、もう残ってないかな。またもう残ってないかな。もう残ってないね。フックさんこんばんは、初見でお邪魔します。はいはい。あと、よっさんにも嫌われてて、よっ、その、もう、毎回毎回、大手さんの枠荒らしてたの、俺。野田のうさぎ盗んで嫌われたでしょ？で、今度、橋本くんに、その、俺がかけたわけじゃないんだけど、俺がかけたことになってるのは、橋本くんに酒ずっとぶっかけ続けるっていう。どかそなんだよ、こっち。で、橋本くん大手なんだけど、ずっと酒をぶっかけ続けるっていう。で、炎上したでしょ？あとは、よっさんが、もうすっごい可愛い彼女ができたっつって、低燃費っていうおっぱいが大きくて若くて可愛い女の子がいたの、配信者で、大手の。で、その子とカップルになったの。だから、ことかとよっさんが付き合うみたいな感じ、今のノリで言うと。で、もう超ラブラブだったんだけど、俺が低燃費を外に連れ出して、あんな男を別れちゃえよっつって、低燃費にキスしたの。そしたらよっさんが、あーって発狂して、泣き出して、で、よっさんに嫌われて、もうそんなことばっかりやってた。そう。だから、ニコ生リスナーに嫌われてんの。今、ニコ生リスナーがふわっち入ってきてすげー叩かれてんでしょ。ふわっちリスナーは知らないから。ゆめすけさん、それも一つの大手とのコラボだね、一応。あと何があったかな。まずさんあったね、わら。うん、何があったかな。いろいろありすぎてね。うん、いろいろありすぎて、いろいろありすぎてわかんねえな。そんなことばっかりやってたもんね。まずサンワドさんのバッティングセンターは見てたよ。あれ面白かったよね、バッティングセンター。エミさんとの、SM 配信の後に俺がバッティングセンター行ったんだよ。で、カメラを正面に置いて、要はバット打つところを正面からこういう角度でやって、カーンって打った瞬間に、ボールがバチーンってパソコンに当たって。トングちゃんさん、GRG に PC 壊される。ゲルゲじゃない、ウナだね。そうそう、ウナの家に乗り込んで、ウナにパソコンぶっ壊されて。あれはゲルゲじゃないよ、ウナにぶっ壊された。それもあったか。うん。あと、闇将軍と、伝説の配信者闇将軍と初コラボとかね。で、稲子の家にリア突のして、パパ校と接触するっていう配信とかね。そうそうそう、懐かしいな。めちゃくちゃだったな、今考えると。でもなんかそういう配信者あんまいなくない今。あのスタイルって実は唯一無二だったよね。あの、徹底したヒールキャラって誰かいる？
ヒールはよく似合ってたよね。今もう疲れたからやんないけど、徹底したヒールっていないよな。好感度上げよう上げようって感じだもんね今みんな。パルパルがヒールか、パルか、パルパルか。コングちゃんさん、引っ越し初日に壁を蹴って穴開ける配信はたまに見る。あれね、うん、この部屋だよ。懐かしいね、この部屋、この部屋。あの頃、まああとはもう締めは五しゃぶ事件だよね。だから締めは五しゃぶ事件だよね。懐かしいなあ。まあニコ生なんだかんだ言って楽しかったよね。金太郎はドリタイさんはドツ、はい、はドツ。なんだかんだ言って楽しかったな。あとヨッサンの家にも会ったことないのにヨッサンの家に行ったか。なんかこのアングルいい、眺望も素敵。あ、ありがとうございます、ありがとうございます。ちょっと白飛びしてるのが気になるけどね。これライト消したらちょうどよくなるかな。微妙微妙。まあ俺もこれいいかな。ちょっとこっち側が光が飛んでるから。ちゃんさんの箱さんとのベロは舌がしびれた言ってたよね。いや本当にしびれたかんね、あれあれ嘘じゃないかんね。本当にビリ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 してたから、あれは嘘じゃない、本当だよ。本当に舌がしびれてたんだよ。ロアコさん結構傷ついてたから、なんか毒を盛られたみたいな謎のしびれがずっとあったかんね。プレゼントします。あ、ありがとう、パフェありがとう、サンキュー。今何時、9時50分か。ちゃんさん、使い古した湯飲みみたいな茶渋な歯をしてたよね、ロハコさん。すごいよね。いや、ほんと、なんか解放も同じ歯をしてるんだよ。なんでメンヘラって歯磨かないんだろう。ヤニとかいうレベルじゃないよ、もうほんとに。なんかあの、野生の動物の爪とかそういうレベル。プレゼントボックスをプレゼントしました。プレゼントボックスありがとう。あの、野生の動物って爪とか牙に毒持ってるじゃん。もうな、分かる？いや歯磨かないとまずいよっていう。いや本当に、いや本当に、解放この前アップで解放笑顔でって言った瞬間にって笑ったら、なんかもうロハコさんと同じ歯だったから、うわっと思って言う。お前歯磨けよって。俺嫌なの、俺女の人に歯磨けとか言いたくもないけど、もう解放勘弁してくれよと思って、笑ってにって笑ったら歯がすごいの、何それとか思って、歯磨いてんのっつったら、タバコでーとか言って、タバコでーしょうがないのとか言って、歯磨けよ、もう嫌だわー。まあ、俺も歯並びは悪いから気をつけてるの。なるべくその歯が映らないようにとか。なんか、嫌だよな。歯磨かないとかもう最低だよ、本当に。
すげえやだ。まあでも配信スタイルが大きく変わったの金梅さんでしょ。金梅さんの変わりようよ。三社祭りの佐野の話は好きだ。三社祭り最高だよ。佐野はいつでも最高だよ本当に。金太郎はドリタイさん派はね、かなり印象左右される。ドレさん歯綺麗だね。白すぎるぐらい白い。ホワイトニングやってるから。でも本当に綺麗だよ。俺もホワイトニングやりたいなと思ったもん。いやーでも歯が汚いのはないわ。本当にないわ。カレー王さん、お前の作った料理食えないとか、わろた。トンクちゃんさん、佐野の口の中は気になった。あのね、意外かもしんないけど、ちゃんまんってすっごい清潔感あるの。すっごい、なんか服にアイロンかけるぐらいの、なんか、ピタッとしてて、ほこりもついてないくらいの新品だけど、なぜかなんか汚いのが面白いそう、なんかね、ずれてるというか、いや面白い、そこが面白いんだよね。どう見てもなんか小好きに見えちゃう、うん、あと2分、うん、ちょっとこれで休憩します。皆さんありがとうございます。あのこれで一旦終わりにします。はい、佐野は面白い。何やっても面白いの。綺麗だよ。部屋見たらわかるじゃん。部屋がすごい綺麗でしょ。だ清潔感はある人だよ。ただなんか汚く見えちゃうっていうね。不思議だよな。なんか不潔な感じはないんだけど、だ下品なんだよ。あ、そう、不潔ではないの。佐野は下品なの。品性が下劣なの。品性が下劣だからそう見える。おしゃれだよ。うん。じゃあ皆さんお疲れ様です。おつおつー。